お願いします。お願いします。ということでね、早速お二人にいろいろ質問していきたいのですが、マネージャーの杉本さんとまよさんのマネージャーを始めてどのくらい経ちましたか？約半年ぐらい経ちました。半年ぐらい。まよさんのマネージャーをするきっかけとかって何かあったりしますか？きっかけは、まず第一印象が髪色がすごいことでした。おー、髪色その時の髪色はどんな色だったんですか？緑です。緑、なかなかですね。まあ、その髪色からちょっと聞かれたものがあったとか。なんかパッと見た一印象は髪で、その後に歌とか聞いたら、すごいもう一目惚れするぐらい上手くて。おー、なるほど。アーティストのまよさん、まよさんから見たマネージャーの杉本さんはどういった印象ですか？はい、ちょっと私もちょっと見た目なんですけど、もう可愛いめっちゃリスみたいな感じですよね。確かに、なんか私も身長低いんですけど、それよりも低くて、なんかえみたいな。え、何センチですか、身長は？私が150です。はい。146センチです。146センチ。ちっちゃくて可愛いですよね。お互いがね、見た目に惹かれ合って出会ったということで、マネージャーの杉本さんから見て、まよさんのアーティストとしての魅力とかって何かあったりしますか？はい、その透き通った声と、あとはそのさっきも見た目とか言ったんですけど、すっごい派手な髪の毛をしているのに、なんか人の心にすっごい転じ沿ったりとか引っかかるような、もう温かい声を出しているところとかすっごい好きです。はい、まよさんはどんな音楽を聴かれてきたんですか？はい、ちっちゃい頃からもいろいろ聴いてきたんですけど、例えばワンクとかいわゆるロックも聴くし、エメやギルシカなどなんか静かな曲も聴いて、なんか全体的に感情めちゃくちゃ揺さぶられる曲とかを聴いてきました。おー、そうなんですね。そんなちっちゃい頃からいろんな曲を聴いてきたまよさんの人生を変えた一曲とかあるんですか？先ほども話したワンクロックなんですけど、高校受験でめちゃくちゃ悩んでる時にワンクロックのウィーアーという曲を聴いて、今自分がやってることは正しくて、これからずっと進んでやっていこうってめちゃくちゃ勇気もらいました。あ、すごい受けてる曲ですね。はい、じゃあその曲を聴いてみましょう。ワンクロックでウィーアーです。ということでマネージャーの杉本さんにまたお伺いしていきたいんですけど、まよさんは最近どのような活動をしてるんですか？今まではカバーソングの方を中心にしていたんですが、今はオリジナル曲の制作の方に力を入れています。最近ではバンド活動の方も始めています。そうなんですね。バンドの方でもオリジナル曲とか作られるんですか？はい、そうですね、作りたいとは思っています。作ってほしいですね。はい、まよさん、オリジナル楽曲の作成ってやっぱり難しいですか？いや、めちゃくちゃ難しいですね。なんかメロディーだけじゃなくて、そのあった歌詞もやっぱ自分で見つけないといけないし、さらにそこからコードも探さないといけないので、めちゃくちゃ難しいです。特にこれが苦手っていうのはあるんですか？全部苦手なんですけど、やっぱり歌詞が本当に難しいです。どのように人に聞かせられるのかとか。でもそれで完成された時のもう嬉しさはめちゃめちゃすごいですか？すごいです。達成感っていうのもいろいろね、込み上げてくるものがあると思うんですけれども。ということでね、まよさんが制作されたオリジナル楽曲を聴いていきたいんですけれども、はい、どんな楽曲なんですか？いや、もう本当にとにかく初めて作った曲なので、歌詞が本当に考えるのが難しくて、もう
もう何かはめなきゃって思ってて、もうそんな学校とかの貼ってあるポスターとかの文字を一回はめてみたり、うん、いやこれじゃないなみたいな、めちゃくちゃ時間かかりました。そうなんですね。それでは聞いてみましょう。まやさんの楽曲で不意にです。時間が来てしまったんですけれども、マネージャーの杉本さん、最後にまやさんの PR をお願いします。今聴いていただいた曲なんですが、たくさんのアーティストの方々に協力をしていただきながら、年内にはフルバージョンの方が完成予定なので、ぜひよかったらまたこのラジオで流していただきたいなって思っています。ぜひぜひ流させてください。これはもう流させてください。まやさんからも一言お願いします。私も今回初めて作った曲なので、たくさんの人に聴いていただきたいです。よろしくお願いします。ということで、今週のゲストはアーティストのまよさん、マネージャーの杉本さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今週も楽しかったですね。そうですね、もうここまで来るといいコンビになってきたのかなと。ねコンビです。はい、ねコンビなんで、これからもねよろしくお願いします。ということでね、来週もラフプロジェクトがやってきたをお届けします。以上、みさみさんとこのみんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。